中国の原子力潜水艦が米海軍の潜水艦を捕らえようとする罠にかかり、酸素システムが故障して乗組員55人が死亡したと報じられた。8月にもソーシャルメディアでこのような報道が流れていた。中国は公式的にはこの事故を認めていなかったので、今回は深掘りして一緒に見ていきましょう。台湾潜水艦建造で中国への機密漏洩問題もあるし、台湾最新鋭潜水艦の運用はすでに米海軍で訓練しているかもしれませんね。中国包囲網はできつつあるんだけど。1896年創刊のイギリスで最も古いタブロイド紙デイリーメールは、英国機密報告書を引用して中国原子力潜水艦093-417号が英国と米国潜水艦を捕らえようとする罠にかかってシステムエラーが発生した、酸素システムが誤作動を起こし艦長と将校21人を含む中国乗員55人が死亡した可能性があると2023年10月3日に報じた。デイリーメールが公開した報告書には、この事故が2ヶ月前の8月21日に再開で発生したと記載されており、英国当局は潜水艦のシステム欠陥による低酸素症が死亡を引き起こしたと推測し、潜水艦は中国海軍が米国と連合軍の潜水艦を封じ込めるために使う鎖と錨の障害物に引っかかったらしいと伝えられている。この事故で中国海軍は将校22人、将校生徒7人、副士官9人、水兵17人など乗組員の合計55人が死亡したという内訳が報告書に書いてあったが、本当はもっと亡くなっている可能性もある。とある英国海軍潜水艦隊員がデイリーメールに対して、原子力潜水艦が罠に封じ込められて潜水艦のバッテリーが放電されたとすれば、空気清浄機や空気処理システムも故障したかもしれないし、それによって乗組員たちは酸素を維持することに失敗したはずで、これが窒息や中毒につながったのだろう。英国海軍はこのような状況が起きた際は二酸化炭素を吸収して酸素を生成するキットを艦内に装備しているが、他の国ではこのような種類の技術がない可能性が高いと説明していた。8月22日、海軍専門メディアナバルニュースにおいて、潜水艦専門家である H.I. サットン氏は、ソーシャルメディアを通じて、中国海軍の093型上級原子力潜水艦が、台湾海峡付近で、深刻な事故に遭遇したと報じられているが、この報道は、現在のところ事実確認されないため、報道各社は、用心深く扱わなければなければならないと語った。このサットン氏は、2020年に、攻撃型原子力潜水艦は、中国海軍が保有する中で最も一般的な潜水艦ではないが、現在のところ最も強力な潜水艦だと書いていた。これに対して、普段は中国軍を忌み嫌っている台湾国防部の孫立義報道官も、台湾軍は情報、監視、偵察などを通して台湾海峡付近の全ての海空域の動きを綿密かつ慎重に把握している。しかし、現在まで中国海軍の原子力潜水艦事故の情報を聞いたことがなく、このような情報が SNS を通じて広まっているが、事実確認できるニュースはないと明らかにしていた。しかも、22日に台湾の報道機関が放送した定例会見の中でも、台湾国防部は、台湾の軍と政府は潜水艦の事故があったという証拠を入手しておらず、一連の報道の裏を取ることはできなかったと述べている。中国海軍の093型潜水艦の能力は、全長110メートル、排水量7000トン、093A 型から7200トン、093ギガ型、最高速度30ノット、時速56キロ、最大深度300メートルと推定されている。加えて、武装に関しては、533ミリ魚雷発射艦6機、巡航ミサイル16発、093A 型から、24発、093ギガ型まで搭載可能とされており、乗組員は100名で、
現在のところ全6隻が実戦配備されている。現時点では本事件のことを明確に言えませんが、仮に事実だとしたら、中国海軍の状況はかなり深刻であるという想像ができ、一般的にも言われるように、中国兵士の対応能力が低いのかもしれません。ここで、興味深い点は、カタログデータ上は、乗組員約100人のところ、犠牲者は、およそ半数の55名というところである。ここから脱出者がいなくて、全員死亡という前提の話として進めるが、まず、軍艦は基本的に24時間運用なので、これを2分割、または3分割して、乗組員が交代で監視任務などを行う。日本、アメリカ、イギリスなどの海軍国は、3交代制を基本としており、一方でソ連や中国のような大陸国家は2交代制が多いとされている。中国が約100人の乗組員で2交代制であれば、艦長などの高官数名足す中堅クラス足す水兵40人が2セットという感じだったのでしょう。つまり、中国の源泉は、日本の海上自衛隊を上回る人員不足で、1セット分しか人員を乗せていなかった、もしくは、約20名1セットで運用できるミラクル自動運転技術を開発したことが考えられる。これが前者であれば、源泉乗組員をフルタイム勤務させるめちゃくちゃなことを中国はやっていることになる。本当にそうなら、航行ミスでの自損事故があっても、全くおかしくない話だ。面子と威信を大事にする中国政府は、この事件が事実であったとしても世界に公表しないでしょうね。確かに源泉事故は起こりうる事態であるが、場合によっては海域汚染もあり得るわけだし、公表しないこともおかしな話である。しかし、潜水艦を封じ込めるために、鎖や錨などを使っていて、それに引っかかる中国海軍の操舵レベルが相当低いのでしょうか。中国政府は、台湾を自国の一部と見さしており、いずれは再統一すべきだと考えて、様々な嫌がらせを行っている。それに対して民主主義体制を樹立している台湾は、長年、中国からはすでに独立していると主張し、西側諸国との連携を強化している。中国当局からは、台湾海峡で自国の潜水艦が困難な状況に陥っていることを認める正式な発表をしていないし、中国国防省が8月22日に行った記者会見でも、この事件についての言及はなく、中国国営通信も一切この問題を報じていません。中国から狙われている台湾当局でさえも、一連の報道を確認していないことから、イギリスの捏造疑惑さえ出てきているくらいだ。この件について、中国国防省にコメントを求めたが、返答はなく、確実な証拠は現時点で報じられていません。イギリスのシンクタンクの国際戦略研究所 IISS によれば、中国は、小級の攻撃型原子力潜水艦を6隻保有しており、潜水艦事故をめぐる一連の報道に先立ち、中国は台湾周辺で大規模な軍事演習を実施していたようだ。中台米の間では何ヶ月も前から緊張が高まっているが、アメリカは一つの中国政策のもと、台湾と正式な関係は結んでいないものの、台湾との間で非公式の強固な関係を維持していると言ってよいだろう。昨今の中国は台湾周辺で嫌がらせのように軍事演習を繰り返しており、2022年8月には、ナンシー・ペロシ米下院議長の台湾訪問に合わせて行ったような軍事演習もその一つである。また、4月には、台湾の蔡英文総統とアメリカのケビン・マッカーシー元下院議長の会談が行われた後、台湾周辺で数日間にわたって軍事演習を行っている。中国国営の新華社通信によると、台湾方面を管轄する中国軍の東部戦区は9月19日、台湾周辺での警戒、巡視のほか、海軍と空軍合同の軍事演習を実施したと報じた。東部戦区担当の報道官は、空域と海域の掌握のために合同訓練を行ったと説明しており、真相は定かではなかったが、後に述べた一連の訓練は、台湾当局と外部勢力及びその挑発に対する重大な警告であるの方が本当の目的だろう。
台湾国防部は9月23日に X への投稿の中で、同日の午前6時頃に台湾周辺の空海域で中国軍の航空機6機と艦船8隻の活動を検知したと公表しており、この前日には中国軍の航空機15機と艦船10隻を確認したことも報じている。こういった動きを見ていると、本当に台湾有事の X デーも近づきつつあるのだろうかと感じてしまうよね。